続きまして今回の新作の作品でございます。真っ白の額に円形キャンバスが浮いているような仕上がりとなっております。タイトルがおかえりなさい。はい、次に素敵なあなたへ。ピンクの猫うさぎがお花持っててとっても可愛いです。はい、で次が先ほど一番最初にご紹介した05サイズの猫うさぎシリーズ、キャピタリズムです。はい、こちらが日本橋ワッショイ。はい、次にオットプレゼント。今ご紹介させていただいた5点なんですけれども、昨日スタジオに来てくださったお客様が早速気に入ってくださって、ご購入予約という形で取らせていただいたんですけれども、まだ購入には至っていないので優先権はそのお客様にあるんですけれども、万が一その購入に至らなかった場合はその優先権は次の他のお客様に移りますので、もし気に入ったお客様がいらっしゃいましたら電話や LINE などでお気軽にご連絡ください。はい、では次はこちら、川で泳ごう。はい、で次はゴールドの縁がとっても素敵なタイトル、見せられてです。続きましてキャピタリズム We Live。 はい、次が惑星からの帰還。最後にバックトゥーザフューチャーです。すごく大きいサイズで、こんな感じですね。大きさとしてはすごく大きくて、お部屋に飾るととっても大迫力な絵になるなって思います。こちらバックトゥーザフューチャーを田中拓磨がこの前映画で見たらしく、それに影響を受けて見た直後に仕上げた作品です。すごくイメージカラーのピンクが多く使われているので、すごくポップな作品だなって感じました。以上20点です。もし気になった作品ありましたら気軽にご連絡、電話やメールでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。